華々しく50飾れるやつ今日言っとくか。ハッピネース。ハッピネス。ハピネス。今の瞬間どうなの。恥ずかしい。本当にあの我々の悪い目が出ました。すどえ獣どもの野ぶいよ。そして伝説へシャープ50おめでとうございます。やりました。ついに迎えました。いやおいおい、伝説編で終わらそうって言ってたのにシャープ50まで来てもうてまだ集まってないですから、何にも終わり見えないよ。いやいや、めちゃくちゃ埋まってきてますから時間。前まではダラダラちょっとやるのもあれやからみたいなんで、はい、もうそして伝説編を始めた時に新週一個ずつ絶対にそう寄贈するっていうのをやっていってまた全然やんか。50を迎えだいたいシャープ50を区切りにしているつもりやったんですけどまだまだでしたね。第4章いきますか。いやちょきついってきついってなんやねん。きつないよ何にも。章に分ける意味もよく分からない。きつないでしょ。分けんなよ。分けんかったら今シャープ250ぐらいいってんじゃん。そんな言ってないよ。いや50、70なんぼ50やから、うん、そうだ170。170か。前回はね、まあ、マグもうでもほらあそうほぼほぼおるからもうバッタのあんな簡単な早捕まえたいねんな。あこっちも ね前回マグロをね、マグロここ奇跡のマグロ一本釣りしましたんで、はい、あとあれか何あのカサゴの下らへんな、なんやろね、それ見りゃいるね。すっぽんの後ろなんや、池かな、ここね。うん、華々しく50飾れるやつ今日言っとくか。海の幸でもいいですよ。あ潜るやつな。とにかくそのエンドリケリー以外なら何でもいいんで。大岩菜の下がゴールデントラウト。ゴールデントラウト行く。その下アロワナ。いませんね。取ってないな。アロワナむずいな。じゃあアロワナゴールデントラウトぐらいはふさわしい。川で攻めますか今日は。攻めるとなったら攻めますよ。そうでしょうし。ちょっと花見てみましょう。あ、黒いの咲いてるかな。おあ咲いてないわ。咲いてない。周りに咲くんやもんな。全然やん、特殊な色。ちょっとね、まだまだですよ。いやでほっこり暮らしも始まりましたから。いやいや、ほっこらよ。ほっこらよ、もうあれはちょっと大変。やっぱほっこらよの後、これ見たらほんまに安心するな。すごいな。すごいよな、これ。内容とかもやっぱちゃんとしてるもん、喋る内容とか。いやいや、怒られてもしてますから。いや怖いってあれ。怒られたりするからな。苛立たれたり。ほっこりじゃないやんか。花はできてませんでした、残念ながら。花もね、様子見ながら。あ、川、あ、逃げた。川この10月の今だからこの時間帯なんで、うんうん、の川ね。10月の3時台アロワナゴールデントラウトはどう。いません。いません。ゴールデントラウト、ちょっと待ってくださいね。お、ゴールデントラウト16時から夜の9時まで。そして崖の上の川。ここ崖の上の川やんね。いや、ポニョみたいになってるけど。一回じゃあ餌投げてみて。そうやさ、前80個ぐらい使っちゃってな、餌マグロにね。うん。お、グッピーちゃうか。グッピーも崖の上の川。そうや。いや、崖の上じゃないな、SS やな、しかも。これで判明します。ネオンテトラはどこに出るかですよね。川扱いです。じゃあ崖の上の川でいいってことや。崖の上の川でいいです。でも4時にならないと。アロワナは、アロワナはもう 9月までですね。ゴールデントラウトは9月は出ます。あ、じゃあ9月の4時以降にしますか。そうすると出るということですね。今昔またぎ行きますか。行きますか。9月25日。9月の、うん、真ん中のそれぐらいでしょう。はい、で18時とかにしようか。18時ぐらいがいい。アロワナも夜出る。あ、じゃあ10時ぐらいしときますか。しとこう。さあ、じゃあちょっと移動してきました。月も出てます。ゴールデン狙い、ゴールデントラウト、アロワナ、カミツキガメ。アロワナ可愛るよ。こんなとこアロワナ泳いでたら嫌やけどな。見て、あ、カミツキガメ。早いね。気をつけて、気をつけて。早いね。
早いな。降りて1投目に止めるかな。もうやっぱやめさせたいんちゃうかなって感じるよな。前からすごいペースでな。異常に出るもん。まあまあでもマグロとかかかったから。噛みつきは川ですね。さっきの川扱いで、ここは崖の上扱い。何が違うの？やっぱ滝が近くあるかどうかなんかな。これは M か L かな。これ L かな。L っぽいな。意味ないんか、こんなしてるの。まあ、確認せな、L か。引きも弱いな。あ、すっぽん。すっぽんね。すっぽんで L ですから、あれより小さい。あ、これ M やな。これ M やな。終わりそうね、終わりそうやな。終わりそうやな。まあ、でも難易度高いから、ゴールデントラウト。あ、そう、うん、よし、来た。全然やね。来ません。イワナ、ヤマメ。時間かかるよ。難易度5ですから。これちゃうか。アロワナって、アロワナちゃう、ゴールデントラウトってちっちゃいですね。珍しさがってでっかいイメージあるからな。あ、やっちゃった。良くないですよ。よいしょ。いやー、ちょっとまずい、ちょっとまずいよ。いやいや、100個はかかるよ、そら。マグロと一緒やもんな。いやいやいや、ちょっと、いや、マグロと一緒まずいまずいまずい。確率はマグロと一緒ですから、それは仕方ないよ、これ。見てられへんよ、これも。80はかかるから。あかん。ちょっとアユが多いな。アユ釣れたらちょっとアユ歌う。歌あかん、歌いいんやから、まあ、オリジナルアユ、オリジナルでアユが出しそうやなっていう歌。アユの歌。はい。アユモノマネでいいんだな、歌というより。ああ、どっちでも。じゃあアユが釣れた場合はそれにしましょう。ああ、むずいむずい。あれ、はい、大丈夫。そのアユやりたないからその外してる説あるよ。ちょっとむずいな。なんか来た、かかった。お、うん、久々やな。これか。これ M やな。これはいいぞ。来そう来そう。なんか元気あった、こいつ。ゴールデン来るんじゃない。お、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 やばいか。危ない。ヒヤヒヤするぜ。いや、豆やった。うん、さすがになんかもう何もなしじゃ見てられんから。おっと、あゆねーす。どんだけ。うーん、崖上。いや、どんだけ。アリーナ、崖上。崖下、行くよ。ありがとうございます。崖の上で歌ってるアユね。気持ちいい。はずいな。今さらやったことないし。全女の子がやってたんちゃうか、一回は。来たっぽい、来たっぽい。あ、やったでーす。あゆでーす。やったでーす。浜崎だよー。いや、そう、どんだけ、なんかどんだけのテンションでやってるんだ、みんなな、結局。ハピネス。ハピネス。ハピネス？あゆの情報ちょっと少ないな。そう、新情報は1個入れることですか。ヒットソング山ほどありますから。アユは全部ヒットしたから。うん、来い来い来い、チャンス来い。しつこい、粘るな。まだ粘る。あー、レアちゃうか。逃げられたよ今、だって押したもん。フェア、レア、レア、あ、レア。レースかな。うわ、でっか。一応釣っといて。何もんなん、これ釣っといて。何ないじゃん。おー、これ釣っといて。ちょっとなんかこんな反応せえへんことある。その本にも載ってないやつかもしらん。あ、もうめちゃくちゃ珍しい。うん、隠し。おー、ブル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 してる。なに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 。出た出た、これや。ピラルク、ピラルクや。よし、なんかレア度高まってきたよ。やっぱでかかったもんな、魚影が。よし、あ、来た。これか。
ちょっとここらでもうゴールデン。え、こっちは、うーん、黒鮎、白鮎のやつや。カモン、カモンくんしてる。カモンくんくれてる。なんか変なアイテム出てきた。懐かしい。隠れてる。懐かしい。隠れてる。どんな気持ち？恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしい。M が嫌になってきたな。もう M 嫌になってきた。やりたくない。やめますかじゃあ。もう誰も得してない気はしてます。言っちゃうか。違う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 。違う違う違う。ああ、よかったよかった。山根嬉しいわ。ねじれ現象みたいな起こってるからな。いや、とにかくこれか。ゴールデンが釣れたらもうそれでいいんです。いや、そうなのよ。そりゃそうなんやけどな。あ、ちょっと遅かった。わあ。もう、あかん。餌なくなるぞ。いいですね。あ、違う違う、よ、危ない危ない、出るよ。あ、間違えた。いや、それはないって。ほんまほんまほんま、それはない。信じてくれ。そんなことせえんか。頼む、信じてくれ、みんな。ほんま、うん、なんか変な。もし失敗したら、高田久美さん。なんでやねん。何とかかんの。失敗したら高田久美さん。違う違う違う、鮎が釣れたら、浜崎亜美さんで。あ、釣るの、釣り損ねたら。この池釣りにくいね。池の選手だ。そうやろ。来い。よし来た。どうだ。来た。お。あ、いや、ヤマメ。ヤマメか。ヤマメ。まあ、ヤマメ一番嬉しいね。ヤマメ。めっちゃ嫌やね。釣りゃいいんですよ。ゴールデントラウト。鮎の真似。もう釣ってくれ。頼む。釣ってくれ。50回やね。記念の。どっちどっちや。ほっとするね、ティラピア。もう記念会やね。全然釣れへんやん。ちょっともうほんまに頼むと思うよな、この時。何も人の M の時、うん、終わらせてくれ。トラウト、やっぱ動いてなんのかな、これは。池の上にたどり着いたよ、楽しかった。池の上で釣りをすれば釣れる、君も釣れちゃう。やばいやばいやばい、もうやばいよ。非常にやばいよ、釣り竿が。あ、まだあるある。鮎っぽい歌ってこと。うん、やってんけど釣りの歌ないから。鮎、あれ、あんま釣りの歌歌わんから。あれ、そうかな。池とかこれのトラウト、ツラの話ならんかな。天瀬さんのとこカエルでもいいよ。いやいやいや、もう限界は遠に来てるなっていう感じした。1個目からきつかったよ、うん、ちょっとそこ一回話し合おうや。さあ置いてやもん。釣れたらどないすんねん。釣れるぞ。いやいや、持って。ええ、まさかいいですか。だってなんか見たことないもん。皆さんいいですか。皆さん準備は押しますよ。せーの。いや、よっしゃー。あー、釣れたー。釣れたー。一個さん。やばいやばいやばい。釣れたー、ゆでーす。トラウトねー。今の気持ちはどうなの。恥ずかしい。やめた。やめた。やりました。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。まばゆい美しさ。ありがとうございます。うわ、釣れるんやね。よかったよかった、もうほんまに。なんか柄すごいな、こいつ。やりましたー。やった。これで。はいはいはい。もう。今日はもう。はい、大丈夫です。うわー、埋まったよ、今日も2つ。よかったよかった。あゆやったせいで、なんか地味な回になりましたけど。失敗した。あれなかった。まあ、あゆやらんかったら。もっと感動できたかもしれない。あゆのせいで、その。嫌やな、M やったら嫌やなっていうのがちょっとにじみ出ちゃいまして。
表情表情硬かったかもしれない。ああ50回にしてはだいぶきついきつい回でしたね。なんかやめよう、あゆとかやめよう、モノマネとか俺ら向いてないのか、モノマネは向いてなかった。前回のその、うん、マグロ今回本当にあの我々の悪い面が出ました、はい、マグロ演歌対決みたいなその、うん、何にもマグロ演歌の方がまだやりやすかったもんな。 似てるとかないから、いやあれが意外と良かったからものまねなんかなるかな思ったけど、なんかなるかなと思った。あゆのちょっと知識少なすぎて第4章編どうするかちょっともう徐々に考えていかないと。いや4章伝説編が終わってだからさらちにしていくみたいなのも言ってたでしょ最後言ってた、うん、それが第4章その原始に帰れへん共通ったやつね、これチョウザメ、トラウト、サーモンみたいなのもおるなね、うん、あ、カニもおる。みんな女食を向くんやな、こう向いてんな川上向くんやな。うわぁ迫力あるよ。あれいや、ここだもうちょい、だからその何言ってた、あれとかじゃない、アロワナとか、ここっぽくない。そうかそうか、もうないよ、もうだからモグロか、次はアマさんで、うん、モグリもちょっと考えましょう。こたびはこれまでです。おっ、おっ、はい、おっ、100万の